ようこそ、カラスの力へようこそ。今日はカラス動画って結構大変やでっていうことでお話をしたいなと思うんですけども、何が言いたいかって言いますと、例えばね、今こうやって嬉しいってなってると思うんですけど、これがね、久しぶりに来た時はもちろんわーいってなってくれるんですけど、ずっといたら当然わーいってなるわけじゃないんですよ。で、例えばここでリキの動画を撮ろうと思った時に、こんな感じになると思うんです。何がどうかっていうと、当たり前なんですけど、糞をしおるんですね。で、別にこれがあったからどうということでもないんやろうけども、極力その動画を撮る時にはちょっと綺麗にした方がいいのかなっていうことで、掃除を事前にするという感じで撮影するときになるんですよ。で、当然ここで掃除をしてる間っていうのは、リキと一緒に、言うてリキが寄ってきてなんじゃかんじゃしよるんで、そのさっきみたいに「ようこそ」って言った時には、実はすでにもうリキとだいぶ一緒にいるタイミングがあって。わーいってなることもないわけなんですよ。なんで、しかもね、カラスってこれ多分やけど、うんこめっちゃしょると思うんですよね。しょっちゅうしょるんですわ。なんで、なかなか撮影が、一旦掃除すると小力と新鮮な感じで撮れへんっていう悩みがありますよっていうことなんですよね。なかなかカラス動画ってこんなになんこともしょるし、ちょっとやめて、そういうのやめてくれます。ちょっと今そういう話をしてんねん、カラスだやねんっていう話をしてるのに、そんなんええねん。ええけど、ええっちゃええねんけどちょっとタイムリーすぎるやろ。ちゅうわけで、今日はカラス動画って結構うまいこといかへんよね。でもあれか、動物関係は全部そうなんかな。それで思ってなかったことが意外に動画的に OK みたいな話になってんのか知らないですけど、なんせ息の動画はうまくいかないことが多いなっていう話で、今日は終わりにしたいと思います。息さんがもうちょっとね、協力的やったらね、いいんですけどね。おい、お前がもうちょっと協力しろよ。なあ、無理。何ちゅう声出してる。なんその声。かわいいと思ってんの。飯食うやん、ほんで。飯ばっかり食うからうんこすんやろ、お前。うんこしすぎちゃう。そんなもん。そんなもんなん。お金取り知らんけどさ。カラスはなんか代謝がやたらいいっていう噂は聞いたぞ。あー、かわいいしね。はい、ちゅうわけで今日はリキさんの動画の撮影が結構うまくいかないですっていう話でした。リキ、バイバイ。OK、ではまた。